堀美央の卒業記念フォトブックいつの間にか発売記念スペシャル皆さんこんばんは、お久しぶりです。堀美央奈です。はい、もういろんな方が集まってくださってて、あ、こんばんはというふうに、あ、1万人ありがとうございます。早速皆さん何してましたか？ちょっと前髪今日はおしゃれな感じでワックスをつけてやっております。今日の前髪、これはおしゃれでこうなってるんですはい、あ、嬉しいコメントも今日読んでいきますね。はい、早速なんですけど、この番組は、私堀美央奈の、先日28日に乃木坂46を卒業したんですけど、卒業記念のフォトブックいつの間にかというものを明日ついに発売することを記念して、配信しています。フォトブックにまつわる楽しいコーナーもありますし、裏話とかもどんどんしていきたいなと思ってますので、皆さん最後までお付き合いの方をお願いします。はい、はい。そしてですね、あ、もう早速見せちゃうんですけど、このショールームをご覧の皆様のためだけのプレゼントを用意しました。いきます、じゃん、わすごい、いちいち拍手がありがとうございますこの、ショールームの画面のカートボタンを押していただいて、ショップルームに行っていただくと、ショップルームでフォトブックを購入していただくと、ショールーム限定特典としてこちらのポスターを漏れなくプレゼントします。メッセージの方もこのポスター限定で書かせていただいているので、ぜひ皆さんサインも入ってます、ゲットしてくださいはい、ということで、そうですね、でも本当についに明日という、あ、もう買っちゃったっていう方も、あ、今これのポスターのですかね、フライングゲットした方とかもいらっしゃるのかな。ついに明日発売なので、皆さんの感想がすごく楽しみでドキドキしているのですが、今日はまあ、いろんな媒体さんとかでも取材をさせていただいたりとか、インスタとかツイッターでも載せてはいるんですけど、そこでまだお見せしてないカットもチラ見せして、ショールーム限定のなんか皆さんにもっとフォトブックを楽しんでもらえるような感じで配信していきたいと思ってますので、ぜひぜひ最後までよろしくお願いします。ということで、早速このコーナーに行きたいと思います。はい、ミオナ P、 あ、ミオナ P って言われてるんですけど、今回プロデュースをさせていただいたので、ミオナ P のこだわりポイント5 はい、このフォトブックは私堀美央奈がプロデューサーとなって、一冊丸ごとセルフプロデュースをさせていただいた本なんですけども、この中って今から私が特にこだわった5つのポイントっていうのを紹介していきたいなと思います。ではまず1つ目は、このポイントを押さえてぜひ皆さん明日からフォトブックを楽しんでもらいたいと思うんですけど、じゃん、でれん、海外のお姫様のわがままおしゃれな、1週間ということで、このプロデュースを通してすごく意識したのが、なんかヨーロッパの例えばちっちゃい町の、お姫様が1週間なんかどういう服を着て過ごしているかみたいな、ちょっとこう現実と非現実的なのを混ぜて作った感じなので、なんか理想がやっぱ詰まってますし、私もこういう毎日を過ごしたいなっていう、なんか撮影しながらもすごくワクワクした感じですね。なので全体を通してすごく女の子らしい、なんか変な絵って書いてある、ひどい、変じゃないですよ、これ私ですよティアラじゃないって言われてる。え、姫といえばこの王冠ですよね。まあ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 、でもそういう感じで、なんかすごく女の子らしい一冊になってるかなと思います。そして続いては、じゃじゃん、くすみブルーやくすみカラーが盛りだくさん。私すごくくすみカラーが好きで、なんかビビットよりもちょっとこういうパステルっぽい感じ、この帯の色も私がこれがいいって言って、この私の大好きなくすみブルーにさせていただいたんですけど、
なんか例えば中とかでも、一瞬見せますね。私このページすごい好きなんですけど、じゃん今のページとかは本当に一瞬今のページとかもあのピンクのドレスなんですけど、すごくくすんだ色で、なんか全体的にほわーんってした感じの世界観なので、そこがもうめちゃめちゃこだわりかなと思います。今日の服もこのくすみブルーですごく可愛いんです。後でまたインスタ載せますけど、はい、そんな感じでくすみカラーにこだわりましたっていうのと、続いてはじゃん、2期生全員プロデュース。はい、あのこのフォトブックで叶ったんですけど、2期生のみんなをプロデュースさせていただいて、ツーショットあの7人ですね、7人のメンバーと一緒にやらせていただいたんですけど、なんかこの子にはこういうのが似合うかなとか、意外とこういう感じをやってほしいなっていう、なんか私の願望とか、まあ、その子の意見も取り入れて作ったものなので、本当になんかみんなも2期生のみんなもすごい撮影終わって喜んでくれて、今多分もう見てくれてると思うんですけど、すごい楽しかったって言ってくれたので、よかったなって思いますね。なんかずっとやりたくて、やっぱりなんかあんまり2期生のメンバーと2人でグラビアとかも今までなくて、なんかもっとやりたかったなっていうのが、そういうなんか心残りみたいなのがあったので、このフォトブックで実現したいなっていうのでさせてもらいました。みんなめっちゃ可愛いんで、ぜひぜひ見てください。なんかね、意外だなっていう子もいれば、あ、こういうの似合うよねっていう子もいて、なんか我ながらすごくいい仕事をしたなっていう感じがするので、でお互いメッセージを書き合ってるんですよ。それもなんかなんだろうな、外向けとかじゃなくて本当にお互いに書き合ってる感じがあって、うん、ぜひ見てもらいたいなと思います。あ、2万人突破ありがとうございます。こんな平日のね、皆さん多分学校とか仕事場から帰宅しててお忙しいと思うんですけど、ありがとうございます、うん、はい、ちょっと早口なのかな、結構ズンズン言ってますね。まあいいや、コメントも読みたいしズンズン言ってます。続いてはじゃん、大人みおちゃん。これは全然その先行カットではまだ出してないんですけど、結構セクシーな衣装とかも着てて、なんかそこでなんか上品な大人っぽさみたいなのを結構意識してやったので、なんですかね、皆さんの反応はすごく楽しみです。なんか油断してフォトブックかって言い方おかしいですけど、なんかいつもの堀ちゃんかなと思ってフォトブックを開いて、わっわおみたいなリアクションがすごく楽しみなので、そこの大人な感じもぜひ、セクシー妙なも楽しみに。発音ネイティブってコメント来てるはい、ネイティブってなんだろう、わかんないけど、だからそこも楽しんでもらいたいなと思います。続いてはじゃん、表紙と裏表紙。これは通常版もそうですけど、セブンネット限定版、楽天ブックス限定版、紀ノ国屋書店限定版の4パターンの表紙が、4パターンですよね、4パターンの表紙がありまして、通常版含めて、そこも私がすごくお気に入りの写真を選んで表紙にしたっていうのと、裏表紙も自分のお気に入りを入れてて、しかも写真集ってこう中表紙みたいなのも醍醐味だったりするので、そこもぜひぜひ注目ポイントかなと思います。これはちょっと本当に手元でしっかり見てもらいたい、中表紙特に思うので、ここめくって見てもらいたいなっていうのは思います。もう5個言ったかな、5個言ってましたっけ、まあ言ったかな、いっか言ったってことで、はい、そんな感じです。え、あ、4つしか言ってないですか、あれ、あ、え、私4つしか言ってないんだ、大人みおちゃん
あ、じゃあ急遽付け足しますね。あ、そうだ、はい、あと、あ、まあ、ちょっと書き忘れちゃったんですけど、フリップにはワロタって書いてある。ひどい。私物、私物も結構今回フォトブックにありまして、まあ、それこそスキンケアとかコスメの紹介もそうですし、普通に撮影の1ページの後ろに自分の私物があったりとかして、なんかそこもすごくこだわったので見てほしいなと思います。なんか今って女性もそうですけど、男性もスキンケアとかすごくこだわってる時代じゃないですか。すごく素敵だなと思って。で、私めちゃめちゃ肌が弱くて敏感肌なので、スキンケアとかは特に気をつけてるので、もう本当に皆さんにおすすめしたいなって。このフォトブックに載ってるスキンケアは男女問わず、そして肌悩み、いろんな抱えてると思うんですけど、いろんな悩みを、そういう方とかにもぜひぜひ一回使ってみてほしいなと思うくらいいいものを紹介しております。はい、で先ほども紹介したんですけど、あ、今日のリップ何塗ってますか。今日はこのスックのコンフォートリップフルイドフォグ105番。あ、すごい、あ、何だ、105番。これマットで、すごいなんかめちゃめちゃいいピンクなんですよ。こういう、これをこう塗ってから、私一色で塗ることがあんまりなくて、なのでその上からこのアミューズの12番、この色を重ねてます。これはすごくツヤも出るのでおすすめです。なんか女性はもちろんコスメ大好きなのはわかるんですけど、男性も今ってちょっと血色のある唇が素敵だなって思ってて、なんかまあリップクリームもそうだけど、ちょっとなんかピンク味のあるリップとか薄くつけて血色よくするのも、なんか垢抜けの一つというか、肌をまず綺麗にして眉毛を整えて、あ、男性の話ですね。綺麗にして眉毛を整えて髪型を自分の似合うのにして、リップにちょっと血色を塗るだけで本当に垢抜けます。それは本当に勧めたい。みんなで垢抜けましょう。私も頑張ります。何の話してんだろう、なんだっけ、あ、そうだ。で、このショールームにて画面のカートボタンっていうのがあるんですけど、そこでフォトブックを購入していただくと、もれなくショールーム限定特典のポスターをプレゼントいたします。はい、これはこの番組の配信中にしかゲットできないので、ぜひ皆さんゲットしてください。カートの方からできます。お願いします。あ、もうたくさんの方がゲットしてくださってるみたいで、わーい。私もこれお気に入りの写真、またもう全部自分で選んでて本当に抜かりないなって感じなんですけど、これもうお気に入りで、この服もめっちゃ可愛くないですか。ギンガムのスカートにちょっとね、やっぱこの時アイドルっぽさありますよね。このスタイリング、すごいお気に入りです。で、メッセージも書かせていただいたので、ぜひこの番組でしかゲットできないので、配信中に皆さんお急ぎください。うん、はい、ということで以上、ミオナピーのこだわりポイント5のコーナーでした。続いてはこんな企画をやります。フォトブックのお気に入りカット紹介。はい。あ、ちょっといっぱい喋ったら疲れちゃった。あ、はい。ですね、まだ全然世に出してないカットをちょっと特別に見せちゃおうかなと思うんですけど、どうしようかな。もう全部お気に入りだし、本当に1ページ1ページが好きすぎて、なんか自分の写真って普通見返さないんですけど、全部見返しちゃいますね。もうすでに何回このフォトブック見たんだろう。なんか自分の好きが詰め込んでるし、自分史上一番美女がいいので、本当に見てほしいです、素直に。じゃあまずは、これどれくらい見せたらいいのかな。
悩むけど、でもこれあれですよね、ミスちゃったら 2ページ見えちゃうのか。あ、でも行きます。ちょっとあんまお楽しみだと思うので、行きます。じゃん、これは、あの、私の私物のラメを使ってメイクをしておるんですけど、すごいピンクの世界に包まれてて、でしかもすごい、この他のページも見てもらったら分かるんですけど、めちゃめちゃ可愛い、あの、浴室で、浴室っていうのかな、で、洗面所かでメイクをしてて、あの、いろんなページに私のコスメとかもバーってあって、すごいお気に入りなので、こうちょっとお出かけ前の準備みたいな感じで、ニットもねさらっと着てますし、すごく結構これ、今映像だと、あ、めっちゃ見せちゃってましたね、すいません映像だとあんまりその細かく分かんないと思うんですけど、こう直で見るとネイルの色とか、あの、アイシャドウの色とかすごく分かるんですよね。だからそれもぜひ見てもらいたいなと思います。はい、続いては、悩むな。二期生の話をさっきしたので、一人だけ、あの、みんな2ページずつあるんですけど、その新内舞ちゃんとの2ページ中の1ページの写真を見せたいと思います。すごいこれ好きで、まあ、みんな好きなんですけど、舞ちゃんのもめちゃめちゃ好きで、じゃんちょっと待って、じゃん、こんな感じで、すごいね、いいんですよ。どうですかこれ、めっちゃいいですよね、超お気に入りです。なんかまいちゅんとは、あの、なんだろうな、ちょっとこう双子コーデっぽい感じで、でもなんか幼い感じの双子コーデじゃなくて、ちょっと大人っぽい、あ、そう、セクシーってもコメントあったんですけど、ちょっとセクシーな双子コーデをしたくて、ちょっとこういいとこの双子みたいななんか、なんだろうな、ショッピング好きですみたいな感じの女の子みたいなのを意識して、でまいちゅんすごく足が綺麗なので、あの、2人ともショートパンツを履いてますね。でそのショートパンツ、美脚、まいちゅんの美脚はこの次のページで見れるので、ぜひ楽しみにしていてください。そう、まいちゅんがモデルをしてるんですよ。まいちゅんモデルだから、足ほんと綺麗でした。そして続いては、これにしようかな。本当に私もお気に入りをどんどん見せちゃってる。いきます、じゃん、これです。これお母さんも可愛いねって言ってくれたんですけど、これ他のページも、この、あ、これパン表紙のこれ、これの、あの、続きなんですけど、おねむですね嬉しい、可愛いって、鼻血出る、鼻血は出さないでください、耳鼻科行った方がいいですよ。これもすごいお気に入りで、あの、なんか部屋着でこんなに可愛く仕上がるのめちゃめちゃ嬉しかったです。あの、 T シャツもそうだし、下に履いてるのもそうだし、ヘアメイクもめちゃめちゃお気に入りで、本当に見てほしい。アニメのワンシーンみたい。嬉しい、嬉しい、それコメント。アニメ、何のアニメかな、楽しいじゃない、嬉しいです。楽しいって何？あとは、次が4枚目ですね。じゃあ次ラストにしようかな。
どうしよう、どのセクシーを見せようか悩む。さっきそのセクシーな大人みおちゃんも見てほしいって言ったから何か見せたいけど、でも楽しみに撮っといてほしいのもあるし、あ、これならいいかな。これはそれにつながる序章みたいな感じなんで、これを見せちゃおうっと。これラストです。じゃん、これこれすごい好きなんですよ。どうですか、このニットの感じといい、髪型もめっちゃ好きで、あの濡れ髪っていうのかな、大人っぽい感じでもヘルシーな感じでめっちゃお気に入りです。このあと何枚かこのシーン続くんですけど、すっごい好きです。なんか大人だなって感じ今こんなヘラヘラしてるけど、はい、そんな感じでお気に入りカットでした。はい、ということで、あの先ほども紹介したんですけど、カートボタンを押してショップルームに行っていただくと、この今現在のこの番組、あとちょっとで終わってしまうのですが、その番組内でしか購入することできない、購入しないともらえない限定のポスターがありますので、ぜひ皆さんお部屋に飾ってください。メッセージ入りです、お願いします。はい、ということで以上、フォトブックお気に入りカット紹介でした。うん、早く見たい、嬉しい、早く見てほしいです。パチパチパチ。はい、パネル展のパネル当てたい、あ、ぜひ当ててください、パネル展のパネル。当てられますよね。部屋に飾ってほしい。全部好きなんです。パネル展も明日から開催なんですけど、すごく入れたかった写真たちが詰まっていて、なんか逆にパネルにした時に見て、みんなでいやこれ入れたかったねっていう話をすごいしてて、それくらいお気に入りなので、ぜひ皆さん見て一緒に写真撮ってきてください。はい、ということで、じゃあ続いてはコメント記者会見。はい、はい、今からユーザーの皆さんは記者となって私のフォトブックに関する質問をコメントしてください。私が気になるコメントをピックアップしてどんどん答えていきます。では皆さんどうぞ。うん、突然の無茶ぶりですね。どうぞ。撮影地は、あ、日本です。日本ですね。都内からもそんな離れてないとこで撮ったんですけど、本当に海外っぽい場所で、全然日本でも海外っぽく可愛く撮れるんだなっていう発見をしました。めちゃめちゃ、むしろなんかここで良かったなと思うくらいいい場所だったので良かったです。フォトブックはどんなイメージを持って作ったか、あ、でもそれもさっき言ったんですけど、その、まあ、撮影のタイミングがまだ卒業前の、乃木坂卒業前っていうのもあったので、このアイドルっぽさもありつつ、でも今は卒業して、まあ、一人の女性として活動していて、まあ、一人の女性としてもなんか残したいなっていうのがあったので、そういう自分っぽさも含めて、なんかなんだろうな、こう見てもらったら分かるんですけど、なんて言ったらいいんだろう、アイドルの私もいるし、なんか一人のこう女性としての私もいるみたいな感じだから、なんか1ページ1ページが本当に不思議な感覚というか、いろんな私を見てもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。それはすごくこだわって考えた構成を考えたので、注目して見てもらいたいです。
あ、3万人だって。ありがとうございます。みんな元気大丈夫ですかお眠ですか？もう眠くないか、まだ7時ですもんね。元気だったらよかったです。何してたんでしたっけ今。あ、コメントを返してたのか。パンに何かつけてた。そうなんです、これでもこれ何だと思いますか？でも正解はとあるパネル展のパネルに書いてるので、正解を。これは何々のジャムだよっていうのが、何のジャムかっていうのをぜひパネル展行った方は分かるかなと思うんですけど、何だと思いますか？ちょっと今聞きたい。カレー？カレー？待って、でも今日ある方からこれずんだじゃないって言われたんですよ。ずんだじゃないっていう、ずんだ説。でもずんだではありません、残念ながら。でも正解はぜひパネル展でご覧ください。パネル展いっぱいメッセージとかサインもしたので見てもらいたいです。いろいろ書きました。はい、あ、そのコメント、あ、もうジャムの話終わりました。コメントを読みますね。皆さんジャムの話をしてますね、ずっと。あ、そう、お母さん見てくれたんですけど、すごい褒めてくれました。なんだっけな、でもなんか、なんかのページについてなんか言ってたんだよな。まあ、お姉ちゃんとのページももちろんそうなんですけど、かわいいね。あ、そう、でもさっき言ったその T シャツ着て、なんかこの表紙のパンの続きのカットとかはお母さんすごいかわいいじゃんって言ってくれて嬉しかったなぁ。あやねとのね、対談もね、めっちゃいいんですよ。なんか意外と私あやね8年間もうオーディションの時から一緒にいて、もう一番お互い何でも話してて親友なんですけど、こういう、なんだろうな、作品の中で話すってなった時にちょっとこうお互い緊張しちゃうんじゃないかなっていうのがあったんですけど、全然そんなことなくて、いつも通りの私たちでインタビューを受けさせていただいたので、うん、めちゃめちゃいいですね。インタビュー、私のインタビューも 1,2,3,4,5,6 ページもあって、ブワーって文字があるので、じっくり読んでもらいたいなっていうふうに思います。小千春さんまだ渡せてないんです。この間渡しそびれちゃって、見たいって言ってくださったので、今度普通にプライベートでお渡ししたいと思います。見てほしい人がいっぱい。バナナマンさんにもお見せしたいし、いつか番組とかでお会いできたら。妙なピーとして今後プロデュースしてみたいものは、そうですね、でもまあ本当に私今回のフォトブックも自分でなんかいろんなことをこだわらせていただいて、たくさんのこうアイディアを皆さん、スタッフさんが受け入れてくださって作ったものなんですけど、結構コスメがやっぱ好きなので、コスメプロデュースみたいなのはすごく興味がありますし、人材の育成というか人のプロデュースも興味があります。オーディション番組とかすごい好きで、今もねプロデュース101ジャパン2やってますよね。家族でビデオ見てるんですけど、本当に好きで、前ちょっと前だとアイランドとかも見てたので、そういう人材の育成も人材育成ってめっちゃ言う、わらわら、河野さんプロデュースってどういうことしてみたいなと思ってます。いろんな HM パークって書いた人誰もうやばくないですか、ちょっといじられすぎでしょ。だからまあでも本当に今後そういうこともしていきたいけど、その第一弾がこれ、このフォトブックなので、もうめちゃめちゃ大満足だし、なんか今後の私にも見せてあげたいというか、
どんどん大人になっていくとは思うんですけど、この時の卒業の乃木坂卒業したばっかの卒業記念で作ったこの本いいよねっていう風に自分にも何回か見せてあげたいなと思うくらいお気に入りです。フォトブックの質問まだまだお待ちしてますが、こちらのポスターもカートの方でこの番組限定でプレゼントしますので、フォトブックを購入いただいた方にぜひゲットしてください。お願いします。自分でメイクしたシーンはありますか？あ、でもそのアイシャドウとかリップとかチークとかそういうポイントポイントで結構メイクさんに相談をして一緒に考えたりとかしたので、なんだろうな、まあ7割8割私がこうしたいっていうのを結構言っちゃって、そこででもメイクさんが、あ、でもここはなんかノーチーク、チークをせずにツヤ肌にしようって言ってくださったり、あ、逆に、あ、みおなちゃんのこういうのやろうって言ってくださったり、本当に素敵な方で一緒にメイクをした感じですね。でもアイラインのこの、私このアイラインめちゃめちゃこだわってて、絶対私この長さのこの角度じゃないとアイラインダメなんですけど、これは全部のページを共通してアイラインは自分で引いてこだわってて、本当にアイライン一つで目の雰囲気も変わるし、最後の方のページではちょっと跳ね上げたりとかして目の印象を変えたり、アイラインを変えてはいるんですけど、その、まあ、私つり目なんで、そのつり目を生かしてどう見せようっていうのは全ページ共通してすごくこだわった部分かなと思います。そこは、自分で全部アイラインをやったかな。アイライン大事ですよね。眉毛も綺麗、嬉しい。でも私眉毛サロンに数年前から通い始めてて、眉毛すごい大事だなと思って、で結構おでこも見えるカットもあるんですけど、そこでなんていうのかな、なんか自然だけど抜け感のある眉毛みたいな感じに仕上がってるのかな。え、嬉しい、眉毛も見てもらえてるんだ。はい、そんな感じでね、いっぱい食べてますし、いろんな服着てますしで、でも本当になんか自分でも自分じゃないみたいな写真がいっぱいあってすごく楽しかったです。なんか本当にいろんな私を見てもらえるんじゃないかなって。歌番組とかでもすごい髪型とかメイクとか変えてて、そういうこだわりがすごいあったので、このフォトブックでもそういう楽しみ方みたいなのを皆さんにもしてもらえるんじゃないかなと思ってます。はい、そしてまだ時間があるので、番組終了まで先日行われた肉声ライブの話をしたいと思います。328でライブをさせていただいて、もうそれ以来こういう風に映像というか配信で皆さんと交流をするのは初なので、ぜひぜひ話したいなと思うんですけど、皆さん見てくださいましたか、肉声ライブ。楽しかったな、楽しすぎて未だにスタッフさんが撮ってくださったモニターの動画、ライブ動画見返してるんですけど、めっちゃ泣いたってコメントが、嬉しい、すっごい楽しかったです。しかもメンバー1期生3期生4期生が来てくれたのも全然気づかなくて、本当にびっくりして、その私のびっくりした顔がすごい面白かったよってマネージャーさんに言われたんですけど、藤森さんも見たの、ありがとうございます、嬉しい。でも最初のブロックの衣装、水色の衣装も私が何ですかね、プロデュースというかさせていただいて、おなえさんに作っていただいて、本当にキラキラの、やっぱいいですね、キラキラってすごいやっぱアイドルだなと思うし、私の好きがすごい詰まりつつも、メンバーみんなジャケットの形もワンピースの形も違って、この子はこういう形がいいとかそういう意見とかも出させていただいて作ったものなので、本当にみんな似合っててすっごい可愛かったです。私はそれを
オープニングで振り返ってみんなが並んでて、それを見た時にすごい幸せな気持ちになりました。めちゃめちゃ可愛かった、似合ってた。あの制服のコーナー、日常を踊ったコーナーで制服も着たんですけど、それも私が提案させていただいて、絶対あの日常っていうひなこセンターの曲はかっこいいから、制服で踊るとよりなんか反抗的な歌詞の、あの世界観が強くなっていいんじゃないかなっていうのでやらせていただいて、あのみんなの制服のコーディネートあのしたんですけど、まあ、ランゼは絶対赤のカーディガン、ジャケットは着ないし、あやねは結構しっかりめの制服の着こなし、でひなこはグレーのベストにシャツで、ジャケットは着てなかったんですけど、こうなんか清楚さもありつつ元気な感じというか、うん、なんかそういうみんなそれぞれに合った制服を考えるのがすごい楽しくて、でまいちゃんは絶対キャメルのジャケットだしっていう、でレナは君の名は希望でセンターだから絶対に王道の制服を着てほしいっていうので、あのうん、ああいうめちゃめちゃなんていうのノーマルな制服を着てもらったりとかして、で自分を忘れてて、あってなって余ったもので自分を作ったんですけど、もうみんなが本当に似合ってたんですっごい良かったです。でもこのフォトブックのその2期生のコーナーでもみんなめちゃめちゃ似合ってるから、本当に良かったなと思います。なんかみんなが喜んでくれたのも良かったけど、私自身もすっごく満足してます。あとね、みんなからのメッセージがすごい嬉しくて、思い、なんか宝物ですねこれは本当に。あ、本当に顔がいいなって思いますね。親じゃないですけど、みんな顔がいい、ぜひ見てください。ちょっとコメント読もう。あ、二期生ハウスもすごい良かった。あ、乃木中の二期生ハウスめちゃめちゃ反響あって嬉しかったです。友達とかも見てくれて、あれが楽屋の2期生なんでなんか本当に、でしかもその2期生ハウスを2期生でリアルタイムで見てて、やっぱいいね、楽しかったねって言って見てて、なんかでももうなんかミオナがいなくなって、なんかそういう変なことしてくれる人がいなくなるのは寂しいみたいな言われて、私そんな変なことする要因だったなと思ったんですけど、でもすごい楽しかったので、またいつか同窓会的なことができたらいいなって思いますね。本当に2期生大好きです。あと忙しい中来てくれた1期生と3期生と4期生のみんなもありがとうございましたとお伝えしたいですね。はい、ということでそろそろ終わりの時間が近づいてきたので、はい、最後に少しフォトブックの話をして終わりたいなと思うんですけど、こちらの、卒業記念のフォトブックいつの間にかはついに明日発売になります。ちなみに今こちらのカートボタンでショップルームの方でこのフォトブックを購入していただくと、ショールーム限定のこのポスターが、ゲットできますということで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。もう本当にもう皆さんの感想がすごく楽しみで、いっぱい詰めてください。インスタとかツイッターとかで私チェックするので、ぜひたくさんたくさんつぶやいてほしいし、写真とかもパネル展とかこのフォトブックの表紙と一緒になんか映え的な感じでいっぱい撮ってもらいたいなって、こう持ってて飾ってて可愛いっていうのもすごくテーマにしてるので、ぜひ皆さんに見てもらいたいなと思いますし、本当にこの8年間応援してくださった皆さん、そしてこれからも私はあの今ファンクラブもあの開設して、エーノイムって言うんですけど、ミオナの反対から読んでエーノイムって言うんですけど、そのそちらの方でもあの皆さんとどんどんいろんなこう交流をしていきたいなと思ってるので、ぜひこのフォトブックを手に、取っていただいて、これからもよろしくお願いしますという意味を込めて、皆さんも、はい、皆さんとどんどんもっと
仲良くなっていきたいなと思います。すごいなんかハッシュタグ決めよう。どうしようかな。そうだね、フォトブックのハッシュタグ、うん、でもハッシュタグ漢字で堀美央なフォトブックでいいかなすごいシンプルだけど、シンプルが一番伝わるだからハッシュタグ堀美央なフォト、カタカナでフォトブックで皆さんいっぱい感想つぶやいてください。ハッシュタグいつの間にかとかでも、インスタとかツイッターとかでもチェックします、ぜひ。そしてこの番組が終わっちゃうと、このポスターがもらえるフォトブック購入ができなくなってしまうので、皆さんカートの方にお急ぎください。ショップの方にぜひいっぱい飾っ、いっぱい飾るっていうのだけど飾ってください。私も飾ろう部屋に。はい、ということで、なんかすごい、あ、じゃああとちょっとだけコメント読もうかな。そう、ハッシュタグ堀美央なフォトブックですね、フォトブック、うん、早く見てほしいなぁ絵描いてって、あ、スクショタイムしましょう、スクショタイム、いきます。はい、チーズはい、チーズ。はい、チーズはい、もうないや、もうない、ない、ない。シュウペイポーズやんないと。そうだ、あやねとこの間ハマってたシュウペイ、シュウペイポーズ。なんでこのポーズをするんだろう、シュウペイさんは。はい、ということで、では終わりたいと思います。皆さん、いつの間にか明日発売です。よろしくお願いします。見てね、いっぱい見てね。あとパネル展もお願いします。また会いましょう。バイバーイ